どうもこんにちは、みーたんぐです。前回バラを、まかないバラを編んだんですけれども、今回は葉っぱの部分の編み方を紹介したいと思います。バラ以外にも葉っぱは使えると思いますので、よかったら編んでみてください。今回動画では緑の糸がなかったので、この七色彩色のグレーを使いたいと思います。かぎ針は7号を使用します。みーたんぐ、まず鎖編みをからスタートします。結び目を作って、まず鎖編みを12回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。そしたらかぎ針から数えて1、2目目の鎖に細編みを編みます。はい、次に中長編みを編みます。次は長編みです。次の5目で長々編みを編みます。5回1目ずつ編んでいきます。1個目、2個目、3個目、4個目。5目。続いて長編みです。次は中長編みです。最後の目は細編みを入れます。こんな感じになっています。そしたら鎖編みを3回します。1、2、3。そして同じ目ですね、ここに同じ目に細編みを1回編みます。折り返していきます。1、こういう感じになりました。続いて中長編みです。ここですね、次の目、はい、残りの半目を使って編んでいきます。次は長編みです。そしたら長々編みを5回です。1、2、3、5。そしたら次に長編みです。次に中長編み、最後ここに、細編みです。そしたらここにもう一つ細編みを入れます。同じ目に細編みを入れます。よいしょ。そして、最初の細編みの頭に引き抜いちゃいます。はい、そうしたら糸をカットして、こんな感じでできましたね。はい、この糸はこのままカットしてもいいし、ちょっとくぐらせてからカットしてもいいですね。今回はくぐらせます。
でこっちの糸で、ここバラにつける場合は縫い付ける感じですね。とじ針で縫い付けていく。今回は縫い付けないので、このままにしておきます。葉っぱいろんなところで使えると思いますので、ぜひ編んでみてください。もっと緑で編むとね、葉っぱっぽいんですけどね。とこれ2枚編んで、もう1枚ここにつけても可愛いですね。2つ、はい。では今回は葉っぱの編み方でした。よかったらグッドボタン、コメント、シェアしていただけたら嬉しいです。ではでは、みーたんぐでした。さようなら。じゃあねー。バイバイ。